こんにちは、ボンボンニュースの時間です。本日はナイトガンダムカードダスクエストに関する続報をお知らせいたします。まずはこちらの動画をご覧ください。どうも、サドチンです。9月18日に発売されるナイトガンダムカードダスクエスト第1弾ラクロワの勇者ですが、なんと先行して僕の手元に商品が届いています。みんなに届くのは発売日の9月18日なのですが、せっかくなので僕がここで中身を紹介していきたいと思います。はい、それでは開けていきましょう。ナイトガンダムカードダスクエスト第1弾ラクロワの勇者、ウェブで遊べるシリアルコードを入力してスマートフォンやパソコンでも遊ぶことができますね。全部で42種類プラスシンプリズム6種、20パック入りで1パック3枚入りです。このシンプリズム6種、プリズムっていうのはキラカードで、横石の書き下ろしを含む新規カード、素晴らしい。この6種も気になりますね。で、裏を見るとラインナップが書いてあります。第1弾カードリスト、白い部分がキャラカード、このピンクい部分がサポートカードとなっています。僕的にはナイトアムロ、プリズム、キラカードですね。で、このシンプリズム、ナイトガンダム VS 魔王サタンガンダムなどが欲しいです。この運命の兄弟でもいいですね。それでは開けていきましょう。オープン、じゃじゃーん、おーすごい。はい、それではね、今回は左側10パックを一気に開けていきたいと思います。パッケージはこんな感じです。カードとスマホでナイトガンダム復活、いやかっこいいな、すごいね。パッケージ自体がきらめいて、で開けていきましょう。1パック目、いや記念すべき1パック目ですよ。1パック3枚ですからね。でれつてつててん、記念すべき1枚目は18番のノーマルモンスタークラブマラサイ、マラサイです。まあ2枚目いきましょう。でれつてつててん、おお、ラクロワの国王。さあ3枚目、3枚目にキラがあるのかな。おお、やべえやべえ、サザビー来た。ナイトサザビー、ここから先へ通さぬぞ。やばい、懐かしい。そしてで裏を見てみると、おお、こんな感じになってますね。ここに QR コードとシリアルコードで詳細が書いてあります。ナイトサザビー、 HP と強さ、防御、素早さ、属性ジオン、スキル魔王の片腕。おー、カードのシリアルを登録するとゲームの中でカードを集めることができるぞ。おー、コレクションすることもできるんですね。いやすごいな。というわけでキララカード、キャラカード29番、サザビーゲット。いやガンガン行こう。2パック目、テレツテツテテン、おー、ワームアッカイだ。おー、普通のアッカイじゃないね、ワームアッカイ。2枚目、ほい、お、僧侶ガンタンクからのキラ、キラではない、アイテム霞の鎧。ほうほうほう、なるほど。41番。さあ3パック目、きます。せや、お、ふ、口ほどにもない、ナイトランバラル、ランバラルからのホイ。お、かっけえな、ナイトグフ、グフカスタムじゃないのかな、からのキラが来た。お、やば、ニュー、おー、これシンプリズムじゃないですか。しかも欲しかったやつ、ナイトガンダム VS 魔王サタンガンダム。いや、やばい。ラクロワ王国に突如現れた勇者と魔王が激突する。で、裏を見せるとこんな感じですね。あ、 HP、 強さ、防御、素早さ、属性がないんだ。おお、で、サポートカードなんですね。ラクロワの勇者、ナイトガンダム対魔王サタンガンダム。おお、やばいな。あんまりこのね、キラカードをこう手で触っちゃうと指紋がついちゃうからね、そこら辺も気をつけていきましょう。4パック目、スッと、あ、かぶり、初かぶりだね。僧侶ガンターンからのホイ。あ、アイテム毒薬、ほうほうほう、からのキラー。おお、やばい、やばくない、ナイトガンダム欲しいのがめっちゃ出る。選ばれし者、ナイトガンダムの冒険が今始まる。いや主人公だもんね、ユニオン族。
モビルスーツ種の勇者。やべえな、ちょっと恨みよ。ほい、ナイトガンダム HP、 強さ防御、素早さ属性ユニオン、スキルナイトスラッシュ。敵を倒してレベルを上げるとステータスがアップするぞ。ああなるほどね。あ、ここにサタンガンダムもいる。キラーカードナイトガンダムゲットということで、いきましょう。さあもう半分か、5パック目、スイッ。ああ1パック目に出たモンスタークラブマラサイダブりましたね。2枚目、ドン。やば、ナイトジオング、ちゃんとあのジオング、あれ足あるんだっけ、ジオング、ジオングちゃんと足ありますよ。で3枚目、いきます、キラ、来い。あ、来ない。カジヤテーム、うわ、何を直すのじゃ、何を直すのじゃと。さあ行きましょう、次。これが6パック目か。うわもう半分過ぎちゃいましたよ。テレステステテン、ファイタードムが現れた。おお、ドム、ジオン族の戦士。2枚目、ドン。おお、やば、超人ジム変装一家、毒に侵された時は薬草を使うといいよ。で3枚目、テレツテツ、お来ましたね。なんだお前、魔王サタンガンダム。お、この嫌い加減、この青い新たな嫌い加減、かっこいい、めっちゃかっこいい。ラクロア王国の闇を力で支配して、あ、結構強い、 HP1200、 強さ240。おー、魔王サタンガンダム、ゲームはスマートフォンやパソコンでプレイできるぞ。さあ残り4パック開けます。さあ行きます、デレッツテッセテン。お、初スライムアッツァムが現れた。石板持ってますね。2枚目、ドン。お、セイラ、私は伝説の三神器を探しています。ナイトセイラからのドン。ああ、超人ジム変装一家。さあラスト3、残り3枚。さあアムロ来い。うお、スライムアッザームからのドン。アイテム薬草からのテレツテツテデン。おお、ナイトアレックス、あ、アレックスも来た。しかもシンプリズム来ましたね、やば。ナイトアレックス、ラクロアの遠征やばいな。ゼータとかね、ダブルゼータとかもあるもんね。いや、先行してアレックス来ました。で裏を見ると、あ、なるほどね、サタンまではいかないのか。 HP900、 強さ180、防御270、属性ユニオン、スキルナイトの志。だいぶキラも集まってきましたね。残り2パック、テレツテツテテン、ゴブリンザクが現れた。おー、さあゴブリンザク2枚目、ドーン。あ、かぶったね。アイテム霞の鎧からのアムロが来ない。お、やった、アムロじゃないけどシャー来たぞ、シャー。力と霞と炎、今言えることはこれだけだ。敵なのか味方なのか、いや、シャーね、ナイトシャー。どうなんだろう、スキルステータス的には、ああ、あ、でも属性ハテナだ。ほほほ、あ、カードの組み合わせ次第ではコンボが発動して能力がアップすると。おー、ララ、よし。さあ最後、最後はね、シャーからのアムロで締めたいと思います。いきます、アムロいきます。テレツテステテン、初エルフジムスナイパーカスタム、いいカスタムしてますねからのホイ、モンスターキラーズゴック、これも初かな。さあラスト、ラスト、アムロが来ない。最後は炎の剣でした。はい、というわけで今回出たキラーを見ていきましょう。まず1番、ナイトガンダム。いや、いいね、主人公ゲッツからのナイトサザビ、そして魔王サタンガンダム、謎のナイトシャー、シャー、もうね、馬に乗っちゃってますからね、謎のナイトシャー。そしてシンプリズム、シンプリズムが2枚出ました。ナイトガンダム VS 魔王サタンガンダムとナイトアレックス。やばいね。やばいね、このシンプリズム。すごく綺麗。昔のもいいけれど、昔のね、このデザインもいいけれど、今回のデザイン。いや、いいね、新しい。でもね、自分が欲しかったこの
ナイトアムロ、これもね出したかったな。あとはこのキラカードたち、このキラカードたちは紙の素材でできているので、いやね、スリーブして貴重に保管したいと思います。はい、それでは最後にカードシステムを紹介しましょう。裏面に記載されているシリアルコードを専用サイトに登録すると、専用サイト内のデジタルバインダーでコレクションすることができます。さらに登録したカードでファミコンソフト SD ガンダム外伝、ナイトガンダム物語のストーリーやゲームシステムを使ったバトルが楽しむことができるんです。今回10パックかけてアムロが出すことができなかったので、僕としてはね、出るまで開け続けていきたいと思います。カードをコレクションするだけでも相当楽しい今作ですが、発売を記念して9月18日20時から秋葉原ガンダムカフェにて記念イベントが開催されます。ゲストに横井画伯をはじめ豪華スタッフを迎えてお送りするスペシャルなイベントです。レポーターとして僕も参加する予定なんです。ボンボン TV でも生放送いたしますので、ぜひぜひお見逃しなく。さとちんさん、ちょっと羨ましいですね。羨ましいですね。明日に迫った一夜限りのイベントですが、はい、非常に楽しみですね。そうですね。いやー、本当にね、そうなんですよね。限定35席ということで、僕も行きたかったんですけどね。ガンダムということでね、はい、今日はやってきました、ナイトガンダム。はい、はい、もう元々 SD ガンダムというね、タイプですけどもね、はい、SD ガンダムって何だか知ってます？ SD って何の略でしょうか？あ、わからないですね。スーパーデフォルメというんです。へぇ、ガンダムって本来ね、はいはい、8頭身ぐらいのすごくかっこいい強そうなロボットなんですけども、はい、それをもっとね、低年齢層向けに子供向けに、はい、ちょっと可愛くした2頭身とか3頭身ぐらいのスーパーデフォルメということで SD ガンダムと。そして SD ガンダムといえばね、やっぱりカードダスなんですけどもね、はい、僕が小学校の時すごく流行ってたんですよ。もうね、どんなど田舎のスーパーの前にもこんな機械が置いてある、カードダスの機械が。で、今ね、やっぱりこういう時代ですから、スマホに対応したということでね、コレクションもできる。すごい。だから今回のね、ナイトガンダムのイベント本当に行きたかったんですけどね、行けなくて残念です。そんな方々のために、はい、なんとバンダイチャンネルさん、うん、およびこのボンボン TV で、はい、そのイベントの模様をライブ配信することになりました。すごい。時間は明日9月の18日金曜日20時から22時になっております。お見逃しなく。それは嬉しいですね、はい、ナイトガンダムカードダスクエスト発売記念イベント、ナイトでナイトは明日の20時から配信予定です。皆さんぜひ見てください。それではよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。ボンボン TV のチャンネル登録がまだお済みでない方は、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画が面白いと思った方はグッドボタンもぜひぜひよろしくお願いします。